捕獲レベル20、別名深海のプリンセス、マーメイマグロ。その美しさ、希少性から、まるで人魚、マーメイドのような伝説の魚とも言われるマーメイマグロ。我々 IGO 開発局がなんとか捕獲に成功したのだよ。美食家で有名な大統領、彼の大好物はマグロのトロよ。だからシェフ、あなたは希少なこのマーメイマグロの極上のトロ、バブリートロを使った料理を作って彼のご機嫌を直しなさい。一匹から。ウージャングルの地層はウール火山の火山灰でできているんだ。だとしたらウールスターソースと火山灰の塩の相性はぴったりなはずです。おお、トロが熟成されていく。どうぞ。おお、これが、舌の上に乗せた途端、泡雪のように消えていく。なんという優しい味わい。トロ、甘エビ、ホタテ、サーモン、海の幸をふんだんに合わせたような味が口いっぱいに広がる。そして味を引き立てるこのソース、山菜やキノコ、ふんだんの山の幸の味、これは海の幸、山の幸、究極のコラボレーション。最高のバブリートロに見事なソース、シェフ素晴らしいよ。ありがとうございます。でもなんでバブリートロは熟成されたわけ？そうか、ウージャングルの植物の成長速度はパネークレン早い。アロエリマキトカゲのアロエ、あれも肌の新陳代謝を活性化するってんで美容に意図されてんだ。ジャングルの植物、ウールスターソースの実には成長を促進させる効果があるんだな。素材を美味しく熟成させる力が、素材の味を引き出す、まさに究極のソースってわけだね。でトリコの塩で締められ、程よい熟成で止まったんだな。まさにいい塩梅って。